はい、NHK をぶっ壊すということで、令和6年2024年の7月11日13時09分であります。まあ、六本木の自宅からお送りしていますが、まあ、昨夜ですね、ちょっといろいろとあって今日まだ全然ほとんど寝てないんですが、まあ、それはそれとして別の動画をご覧ください。まあ、昨夜石丸伸二さんですね、東京都知事選挙2番目だったですね、石丸伸二さんと直接お話しすることができました。で、まあ直接やっぱ面と向かってですね、批判の意見や質問ができるっていうことにまず応じていただいた石丸伸二さんに敬意を表します。ありがとうございました。そしてその場を提供いただいたリハックのスタッフの皆さん、高橋さん、ありがとうございました。で、まあ私が昨日ですね、石丸伸二さんに質問したことについてはぜひリハックの方で、確認いただきたいんですが、私が昨日問題にしたのは2つです。まあ2つといっても両方とも裁判の問題でですね、まあこれ本当に大津彩香と同じような性格だなって実際に喋ってみて思いました。っていうのは、その法律の解釈っていうのは人それぞれあるんですよね。ただその解釈がぶつかった時に裁判になるっていうのが普通なんですよ。いや、私はこのポスター代102万円は納得できない、いや、こっち側102万円払ってもらわなきゃいけないっていうことでぶつかり合うわけですね。で、もちろん法律の解釈とか事実の認識の誤り、まあ違いによって争いが起こるんですけども、こういった争いが起こった時に裁判所でですね、まあ第1審第2審第3審と、まあ最高裁まで争ってですね、で、通常負けた場合にはやはり自分の考えが間違ってましたというやっぱり反省をする人か、いや、裁判所が悪いんだと、私の考えは間違っていないんだっていうのでは、その後の成長、その本人の成長とかですね、周りの感覚って大きく違ってくると思うんです。で、まあ、今回石丸さんはですね、あれ昨日言わなかったんですが、ポスターのですね、印刷費確か102万だったと思うんですが、その中にですね、新聞の折り込み代約5万円まで含まれてるんです。で、もしこれを新聞の折り込み代まで含めて、公費で負担しろと言ってたんだったら、これは公職選挙法違反になります。だから相当中身やばい内容なんです、これ。あのポスターが、102万するのかって言ったら、そういうものじゃなくて、ポスターは確か37万円だったかな。で、ビラ2回で25万円ずつ。そして、折り込み代というですね、通常は、候補者が自ら負担しなければならないものまで含んでですね、これを公費の中に入れろと。いわゆる、秋高田氏が税金で払う中に入れろという主張をしてたわけですね。で、これ到底認めれるわけもなく、1審2審3審とも石丸さんが負けたというものです。で、これに対し石丸さんがですね、まだ、この印刷会社が悪い、しかも自分の妹さんがお勤めになっている印刷会社、実の妹さんのお勤めになっている印刷会社ということで、もう石丸さんに参考する印刷会社は潰してしまえと言わんばかりに、今この印刷会社の方には批判がですね、殺到しているということなんですね。で、これ本当に大きな問題だと思いますよ。まずポスター、ね、に関しては、これはまあただそのただポスターの価格が高い安い払う払わないなんで、これは違法行為があったかっていうと、そういうものではないというので、あまりこれ以上言う必要性はないと思うんですが、まあ、大津彩香もポスター代が高いと言って今一審負けて二審でごねてるので、ここが石丸伸二さんと大津彩香のすごい共通しているところと。で、問題はもう一つの方で、彼は2020年あるいは2010、まあ当選して間もなくですね、その市議会議員の山根さんという女性の市議会議員から、まあ公じゃない、まあ録画録音取れてないところで恫喝を受けたという主張をですね SNS で展開した。まあこれがきっかけで彼は何か居眠りしていることを注意したら、市議会議員の方からですね恫喝されたということで、どん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 彼の知名度がネット上で上がっていったという案件なんですが、これ言ったのは4年前なんですね。
で、先日ですね、広島高等裁判所、いわゆる一審二審三審の第二審でですね、そのような恫喝はあったとは認められない、しかもこの市長側は記録録音取ってなかったようなんですが、山根市議の方はですね、こう市長との会話を録音していてですね、録音した中には恫喝したものは見当たらない。で、石丸さんの方は録音していないところで、その市議さんの方ですね、山根市議の方から恫喝があったという主張をしていると。で、これについてはそういった恫喝をしたということは認められないということで、一審二審裁判が行われて、まあ、石丸伸二さんが負けたんじゃなくて、市長として発言した石丸さん、まあ、いわゆる秋高田 市が敗訴しているということなんですが、まあ、これについては本当にけしからん話です。まあ、僕が法律も裁判も詳しいので、昨日石丸さんに追及したら、あれは僕はタジタジだと思うし、あれを見て石丸さんを応援する人は一生応援しておいてくださいって感じですね。いわゆる法律の知識や正義とは何ぞや能力がない人は石丸公文と、まあ石丸公文って言ってましたかね、あれでお会いしますと、いわゆる彼はもう自分がまともに回答できないものについては、自分のことを信用できる人に、法的根拠や合理性がなくても信用してもらえばいいというですね、考え方の人だなっていうのはすごく分かりました。つまりですね、全く事実のないものをですね、作り出して恫喝されたというものを作り出したんですね。で、それによって彼は有名になっていった。なんかすごいおじいちゃんおばあちゃんの市議会議員と戦う、既得権益と戦う若い市長が誕生したというですね、事実をまあ捏造してですね、そのためにこの山根さんという女性市議をですね、本当に彼女は会見で泣いてましたよ。裁判勝った後ね、本当に苦しめられたんでしょう。これについては、草津町、群馬県だと思いますが、草津町というところでですね、いわゆる町長ですね、町長の男性が町議会議員の女性にですね、いわゆる強姦されたと、いわゆるレイプですね、性的な暴行を受けたということで、女性町議の方がそれを告発したんです、ネットとか新聞に。で、これを信じた特に左翼の人たちですね、立憲民主党とか共産の人たちは、この女性町議の言葉を信じてですね、町長はけしからんと、いわゆる女性に対して暴行、性的暴行を振るう町長はけしからんってやり続けたんですよ、5年ぐらいの間ね。でも結果としては裁判でこの女性町議が全部嘘をついてたっていうことが分かって、この女性町議自体も最近ですね、3ヶ月の前かな、やっと自分が嘘をついてたことを認めたという事件があったんです。で、石丸伸二さんはもうここで言うと、この女性町議とほぼ同じ状態なんですね。聞きもしない なかった恫喝をあったことにして、僕は脅されたっていう世論を作ったのが4年前。ですから、この今広島高等裁判所で判決が出て、そして石丸さん個人は勝ってるにもかかわらず、わざわざ補助参加人という立場を利用して上告申立書というのを提出している、最高裁に出しているようなんですが、このような振る舞いがそもそもクレーマーって言われるやつですね。本人自体は敗訴してないんですよ。秋高田氏が敗訴してるわけです。だからこれを上告するか、いわゆる最高裁に持っていくかどうかは、新しく選ばれた秋高田氏の市長が、まあ、決めればいいものなんですが、わざわざ、まあ、求償権といって市の方から、個人の方にね、石丸伸二さん個人の方にお金を請求される恐れがあるので、まあ、わざわざ最高裁に上げてるんですが、まあ、法律詳しい人はよくわかるんですが、最高裁というのはその判断内容が憲法に違反してるかどうかを見るところなんですね。違憲立法審査権って言ってですね、法律やその判決に憲法違反がないかどうかを審査するところであって、事実を審査するところではないんですよ。
からもうあの最高裁に上告している、あるいは上告受理申し立て書を出している時点でもうモンスタークレーマーと言われてもこれ仕方がないんですね。で録音まであるわけで、これ石丸さんの方が録音本来持っとかなきゃいけないんです。っていうのは、石丸さんの方が名誉毀損を先にしたわけですね。市議会議員に恫喝された、それはもうすでに市議会議員に対する名誉毀損なので、石丸さんの方でいわゆる公弁、名誉毀損が免除される公共性、公益性、そして真実性、あるいは真実相当性というのを石丸さんの方から立証しなきゃいけないわけです。もちろんね、町議会議員と市議会議員と市長ですから、公共性公益性はいちいち市長立証しなくて、まあ立証しなくても問題なくて、真実あるいは真実相当性のところについて石丸さんが立証しなければいけないところが、立証できずに裁判敗訴、第二審が敗訴という状態でですね、これはね、相手の女性の心をめちゃめちゃ傷つけていてですね、さっきのポスターとは全然違って、人の名誉を傷つけておいて、これは刑事罰もあるんです。まあいわゆる警察がそれを受理しないかった、あるいはその女性市議の方が告訴状、これ名誉毀損というのは申告罪ですから、申告をしなかった、警察に被害届を出さなかったから、処罰されてないだけの可能性もあってですね、要はないことを作り出しておいてですね、それに謝罪しない、まあ石丸さんの言い分で言うとね、まだ最高裁の判決が出てないからって言いますが、こんなの負けるに決まってるわけですよ。今言ったように事実審じゃないのでね。でその彼に負けたとしても、最高裁の言い分には彼ポスターの方は最高裁でもう負けてるので従う気がない。でこれが何が恐ろしいかというと、裁判所というのはいわゆる司法ですね。で市長というのは行政です、現に、仕事をしていく。そして立法というのが議会ですね、国会とか市議会議員って、この三権分立というんですが、三権分立とも言いますが、司法立法、まあ司法立法行政の3つの権限をですね、権限を3つに分けて、そして、特に行政の人はまあ司法の判断には従うという前提でですね、これはこの三権分立がなされているというか成り立っているんです。これですから行政っていうのはなぜ、司法に従わなきゃいけないかっていうと、行政というのはめちゃくちゃ力があるんです。立法というのは法律を作るだけなので、この作る法律を作るまでなので、それを行使することができない。しかし行政というのは人を捕まえたり、いわゆる警察権力や人を死刑にしたりとか、逮捕したりとか、あるいは生活保護費を渡す渡さないとか直接実行できる機関なんです。行政というのはまさに知事、東京都知事っていうのはこの人に生活保護費を渡すとか、この人を逮捕するとか、この人を、まあ、死刑にするっていうのは東京都知事にはありませんが、とにかく実行部隊なんで、この人たちはこの法律のもとに動かなきゃいけない。そして法律の解釈が違った場合にはまさに司法、裁判所の言うことに従うという前提で作られた三権分立なんですが、まあ、昨日の石丸さんの言い分を聞いてると、三権分立なんか関係ないんだと。裁判所の判断はそれは裁判所独自の見解でね、俺の見解と違うから俺は言うこと聞かないんだと。まあ、これは考え方はまさに王さん、王ですね、王様。ひまそらあかねさんがツイートされてましたが、王様なんですよ。すべての権限が集中してるから裁判所なんか気にしなくていいんだっていう考えの人を選挙で選ぶというのは僕は本当に危険だと思いました。ここはぜひ冷静に、石丸さんという方がですね、2つの裁判で、1つは最高裁で負けていて、1つは二審の広島高等裁判所で負けている。内容もひどいものです。石丸さんの言い分はまさに独自の、石丸さん独自の法律の見解であってですね、これは社会では通じるものではない。彼のいわゆる、まあ、わがままを象徴する彼の独自の見解、もちろん彼にとっても素晴らしい、彼は素晴らしいところがいっぱいあります。でもそれを
完全に潰してしまうほどですね、彼に権力を持たしたら裁判所も法律も関係ないと言い出しかねない人であるっていうことが、昨日の私の質問でお分かりいただける方はお分かりいただけるでしょうし、分からない人はいつまでも石丸さんのそういう独占的な、独裁的なというか独善的っていうんですかね、独自の法律の解釈を支持すればいいと思います。この国は最終的には選挙で、首長や政治家を決めるということですから、私は一人の有権者、国民として多くの国民の皆さんにこのように石丸伸二さんは本当に危険な人物であるということをやはり拡散する義務があると思い、この動画を作らせていただきました。ね、昨日ですね、成田、ね、祐介さんもいらっしゃいましたけど、成田さん僕はめちゃくちゃ真面目なので、そこは僕がどうしても再生回ってるのが大声を出したりね、暴れてる姿が印象的なんでしょうけども、緻密に法律を勉強し裁判にも参加し、自分の主張が間違ってる場合、裁判所に指摘された場合には素直に自分の考えを修正して、56歳、まもなく57歳になります。そういったですね、三権分立を尊重し、そして国民の声をしっかりと聞いていける、そういう人が僕は政治家になるべきであり、自分はその点は優れていると思います。石丸さんのような自分が法律なんだ、自分が全部を決定するんだという王様のような思想の人に投票するのは、これは僕は非常に危険だと思います。もちろんテレビも悪い、石丸さんが悪いとかテレビが悪いじゃなく、両方悪いんです。テレビ局も大手メディア、新聞社も悪い、石丸さんも悪いという意味ですので、その辺はお間違いなきようによろしくお願いいたします。ということでね、昨夜石丸伸二さんと対談したことについての感想および解説でした。またですね、今後も石丸さんの動向についてはですね、チェックをしながら皆さんに、ちゃんとしたいわゆる根拠をもとに石丸さんについて特に批判が多くなると思いますが、動画を作っていきたいと思っております。まあコメント欄にね、この辺について立花さんの石丸さんに関する見解というのを出してくださいといえば、また参考にして YouTube 作りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 NHK をぶっ壊す。